ケンイチです。動画のご視聴ありがとうございます。今回は S660 に乗って琵琶湖の方に向かっていきます。信号で左方向、新名神高速道路高槻神戸区間入り口へ、その後左車線を走行して京都方面へ。今回の目的は琵琶湖一周ですね。何回か琵琶湖一周 S6 でチャレンジしてるんですけど、左車線を走行してなかなかね邪魔するね。 S660 に乗って琵琶湖一周チャレンジ、いろんなんがなりますね。 S660 に乗って琵琶湖一周チャレンジ、結構何回か前にもやってるんですけど、一周達成したことがなかったので、今回はですね、しっかり一周できたらなと思って琵琶湖の方に向かっていきます。大津まではですね、高速道路で一気に行っちゃいます。もう無駄な時間を使わないためですね。名神高速の大津の出口までやってきました。ここで降りてですね、琵琶湖沿いの道へと向かっていきます。の渚公園っていうところにやってきております。以前琵琶湖一周やるぞみたいな時にこの辺をスタート地点にしてると思うんですけど、大津のインターチェンジをスタート地点みたいな感じにしてですね、そして800m 先、そこに戻って帰るみたいな、そこに帰ってくるみたいな感じで行こうと思います。ここから大宮大橋を渡っていきます。琵琶湖の一番南の方にある橋ですけども、これは琵琶湖大橋と違って無料で通行することができます。本当回ろうと思ったらもうちょっと南の方まで下った方がいいんでしょうけどね。湖岸道路走っていくので、これを左へと曲がっていきます。湖岸新浜の交差点を右に曲がって、ここからですね、琵琶湖の湖岸道路の方へ入っていきます。琵琶湖一周ですけども、大津のインターチェンジで降りて、それからですね、なるべく湖岸道路を走って大津インターチェンジまで戻ってくるっていうルートを取っていこうと思います。琵琶湖一周をただただしても何も面白くないので、途中ですね、寄りたいところに寄っていくみたいな感じで観光ポイントですね、いくつか決めていますので、そちらの方に寄ってですね、そして琵琶湖一周できたらなと思ってます。時間がどこまで足りるのかなっていう不安はあるんですけども、でもただただ走るよりもですね、そちらの方が面白いと思いますので、チェックポイントを通過しつつですね、琵琶湖一周をしてみようと思います。で、最初のチェックポイントなんですけども、最初はですね、琵琶湖のパワースポットですよね、隠れたパワースポットと言ってもいいのかもしれません。琵琶湖のほとりにですね、藤ヶ崎龍神という龍神様が祀られている小さな神社があります。そちらの方にまずは行くことにします。藤ヶ崎龍神に行く前にですね、トイレに行かないと我慢ができそうにもなかったので、道の駅草津グリーンプラザ烏丸というところでですね、寄っていきます。初めて寄りますよね。ここはそこらなりに通ることはあったんですけどもね。駐車スペースは定番の車の少ないですね、一番奥まったところに止めます。
トイレに行った後ちょっとだけ近くを歩いてみましたけども、ここからは琵琶湖は見えないんですよね。ここよりもその正面って言ったらいいですかね、にある琵琶湖博物館という場所に行った方が琵琶湖のすぐ近くで琵琶湖を見ることができそうです。では藤ヶ崎龍神に向けて出発していきましょう。先ほど言っていた琵琶湖博物館はこの道まっすぐにあります。僕の方はですね、右に曲がって琵琶湖そばの道を北の方へ上がっていきます。走っていると右手から S6 さんがやってきました。久しぶりになんかすれ違った感じがしますね。 S6 さんに乗ってる時に S6 にすれ違うってあんまりないんですよね。琵琶湖の湖岸道路、こちらの方はさざ波街道というんですかね、こちらを走っているとですね、いつ走ってもやっぱり走りやすいんですよ。この琵琶湖の道は本当に気持ちいいです。屋根を開けたら最高に気持ちいいんですけども、この日もまだ30度超えだったので、もう屋根は閉めてクーラーをかけてですね、快適環境にして走っております。藤ヶ崎龍神に向かうところはですね、すごく分かりにくくて、この日もですね、間違えてしまいました。道を間違えてしまいましたので、ぐるっと回ってきてまた藤ヶ崎龍神の方に向かっていこうと思います。藤ヶ崎龍神の方に道を戻っていますけども、道を間違えるとですね、また違った景色を見ることができるので、これはこれでありだと思います。こういう道って普通だったら走らないですからね。ぐるっと回ってさざ波街道の方に戻ってきました。ここを左に曲がりまして、今度はですね、間違えないように入っていこうと思います。ここをですね、右側の方に入っていきます。ささなみ街道を北の方に向かって走っていくとですね、ぐるっと回り込まないといけないんで、わからないんですよね。この場所がわからないというか、すごくわかりにくいんですよね。すごく細い道になっております。まあ、ただ藤ヶ崎龍神のですね、駐車場はありますので、車で近くまで行くことは可能です。道が細いんでですね、走行時は注意が必要という感じです。手前側にも車がたくさん止まっていたんですけども、ここは違います。もう少し奥の方に駐車場があります。藤ヶ崎龍神社に到着しました。藤ヶ崎龍神社はですね、琵琶湖のほとりにありますので、左手にはですね、すぐ琵琶湖が見えています。こういう景色を見ているだけでも癒されますし、パワーをもらえる感じがします。こちらがですね、藤ヶ崎龍神社の外宮ということになります。旅の無事をお祈りしておきます。そして続いてこちらが内宮ですね。知る人ぞ知る琵琶湖のパワースポットということになるんですけども、やっぱりここの神社の雰囲気すごく良くてですね、来るだけでもものすごく癒されます。車で来ても少し分かりにくい場所にはあるんですけども、この辺りを走るのであればぜひ寄っておきたい神社ということになります。
藤ヶ崎龍神社で旅の無事をお祈りしてですね、この先向かっていこうと思います。続いて向かっていくのはですね、安土城跡ということになります。彦根城とかの方がメジャーなのかもしれないんですが、お城がしっかりあるんでね、安土城は城の跡っていうことになりますが、行ったことはありませんし、まあ彦根城も行ったことないんですけどね、そっちの方がちょっと面白いかなっていう、なんか自分の中であったので、そちらの方に向かってきます。笹波街道ですね、琵琶湖のそばの道はですね、近江八幡を越えていくと少し琵琶湖を離れていきます。そしてですね、ここからは安土城に行きますので、さらに琵琶湖の方を離れてですね、琵琶湖の西の湖の方に向かって走っていきます。右手にちらっと西の湖が見えてるんですけども、こっちの方に来たのは初めてですね。琵琶湖の内湖の中ではですね、一番大きいものがこの西の湖ということになっております。安土城は西の湖のすぐそばです。目の前に見えている交差点を左手に曲がるとですね、ここが安土城跡ということになります。結構広大な公園という感じです。車はですね、無料で止めることができますので、こちらの上の方に車を止めていきましょう。右手上の方ですね。では安土城の方に向かって歩いていきます。最初はですね、こんな感じで平坦な道があってですね、ところどころにその場所の案内板が置いてあります。ちょっと登るとここから先はですね、料金が必要ということです。大人は700円で入ることができます。ここから上を見上げるとですね、階段がひたすら続いています。最初すぐ近くにあるのがですね、羽柴秀吉邸跡ですね。羽柴秀吉は後の豊臣秀吉です。この上の方に豊臣秀吉の屋敷の跡があるということで上がっていきましょう。まあただ屋敷の跡と言ってもですね、ただ広場があるだけという感じなんですけどもね、階段をどんどんと登っていきます。何もなくてもこの場所にですね、昔の有名人がいたと思うとですね、感慨深いものがあります。こういうところを歩いていると本当に歴史を感じることができていいですね。広かったら相当すっぱんたんだろうなと本当に思います。秀吉の屋敷の跡からですね、ちょっと登ってきてるんで、先ほどの入り口が階段の下に見えていきます。どんどんと登っていきましょう。そして登っていったらですね、ここの鐘をご自由についてもらって大丈夫ですよっていうことだったので、ついてみることにしました。鐘があった場所からさらに上の方へと向かって歩いていきます。階段がずっと続いていくんですよね。ここはかなりハードです。今日帰ったら筋トレはいいなと思うぐらいしんどいです。だいぶ登ってきて平坦な道になってきたので、この辺りが一番上かなと思ったんですけど、まだまだ続きます。天守閣があった場所はですね、まだまだ上にあるということです。頑張って登っていきます。登っていくとですね、森蘭丸の屋敷の跡というのもありました。まあ、森蘭丸はですね、織田信長の側近として仕えていた武将ですね。15歳ぐらいから仕えていたんですかね。本能寺の変で一緒に亡くなっています。そして隣には織田信長の弟、織田信勝の息子の織田信澄ですね、の屋敷の跡の石碑も建てられていました。
昔はこの辺りにですね、黒金門という門があったそうです。石垣の岩がですね、ものすごく大きいんですよね。この辺りはすごい、こういうところも見どころということになります。さらに登ってきまして、この左手がですね、二の丸があった場所ということです。この二の丸にはですね、織田信長の墓があります。要所要所にはこうやってですね、石碑が建てられております。ここが織田信長のお墓ということになるんですけども、本能寺の変でですね、信長が自害したと言われていますけども、その先にですね、信長のご遺体が見つからなかったということで、この場所以外にでも信長のお墓というのはあるそうです。二の丸からさらに登ってきてですね、ようやく天守閣の跡までやってきました。ここがですね、一番上ということになります。せっかくですので、この天守閣からの景色も眺めてみようと思います。天守の上からはこのように、おそらく西の湖だと思うんですけども、西の湖周辺の景色を眺めることができます。昔の人がここからどういう思いで景色を見てたのか思いを馳せてしまいます。天守閣からしばらく下ってきまして、帰路は右ということになっていましたので、他のところにも寄っていけるのかなということで、せっかくなので全部回ってやろうと思ってですね、右の方からぐるっと回って降りることにしました。登って降りてをかなり繰り返すので、すごくしんどいです。ちょっと気楽なハイキングのつもりで来ましたけど、なかなかしんどいですね。かなり疲れてきました。階段を登っていくとですね、今度は織田信長が生前中に建てた宗建寺というお寺の跡が残っています。これもですね、焼失してしまっていて三重の塔しか残っていないんですけども、こちらの方に宗建寺が立っていたということです。宗建寺の少し先に行くとですね、こうやって琵琶湖の景色を楽しむことができます。まあ、内湖のですね、西の湖が見えているんだと思います。そしてこれが焼失せずに残っている宗建寺の三重の塔ということになります。逆から回ってきたんですけども、お寺の入り口はこんな感じの門になっております。あとこれだけ階段登ると、登り下りすると、だがめっちゃくちゃ痛くなってきました。入り口のところに末どうぞって書いてありましたけど、ああ、持って行った方が良かった感じですね。こんなにきついと思いませんでした。普段から筋トレとかはしてるんですけども、またこういう風に歩くとですね、使う場所が違うというか、もう膝の持病なんですよね。もう痛くてどうしようもなくなってしまいます。お寺から歩いてきて、秀吉邸の後に到着です。これでですね、一周してきました。最後の階段もですね、なかなか辛かったですけども、まあ、なかなかですね、普段は行かない場所だったので楽しむことはできました。S63 に戻ってきまして、ここからまた琵琶湖の方に戻っていきます。次の目的地は米原の方にある鉄道博物館というのを発見したので、そちらの方に向かって走って行ってみようと思います。